こんにちは皆さん。おじやさチャンネルのおじやさです。おじやさは私のペンネームです。今日は朝6時に早起きをしました。朝6時半から久しぶりに散歩します。その様子をチャンネルおじやさ、朝の散歩、恋との出会い、モーニングルーティーン特別バージョンとしてお送りいたします。石畳の歩道を歩いて小川にやってきて、今たくさんの鯉を映しています。成長した大人の鯉ですので、一匹それぞれの大きさが50センチから60センチくらいの大きさはあると思います。随分たくさんの鯉が泳いでいるところに出くわしたなという感じがします。しばらくこの映像をご覧ください。今日は鯉だけではなく、散歩道にいろいろな花が咲いているので、それも撮影してご覧に入れたいと思います。しばらくはどうぞ花をご覧いただきたいと思います。移動して再び鯉を見つけました。2匹の鯉が静かに泳いでいます。たくさんいる時の鯉と違って、ずいぶんゆったりした感じに見えます。また再び移動しまして、今度はアジサイの花を写しています。今日は散歩ですので、歩いている様子を撮影しました。歩いてまた歩くという感じですね。これもなかなか楽しみなことであります。石畳の道なので大変歩きやすく、今日は快晴ですが、なかなか気持ちがよく歩けています。また散歩道のそばの花のあるところにやってきました。このオレンジ色の実はちょっと私何の実かわからないんですけども、ご覧になっている方はすぐわかる方もたくさんおられると思います。左のピンクの花もこれ何の花なんでしょうかね。現在7月ですが、7月に実をつける花は何なんでしょうかね。また歩き始めました。小川の水面下に小さな魚が泳いでいます。メダカよりは少し大きな魚だと思いますが、これも
種類が何なのかはよく分かりません。ただ水の中で元気に泳いでいるのが分かります。集団で動いている様子もなかなか面白いと思います。いかがでしょうか。ということで、また歩き始めます。これもアジサイの花になります。また歩くことになります。散歩はなかなか楽しいですね。これは実際には私の散歩の帰り道です。今日何キロぐらい歩いたでしょうかね。また鯉を発見しました。これは親子の鯉という感じがしますね。2匹が親の方で、残りが子供じゃないでしょうかね。あるいは家族なのか、親戚同士なのか、集団でゆっくりと移動しています。のどかでいいですね。ということで帰ってきました。ご視聴ありがとうございました。